大分市にある福徳学院高校で今日、美容師を目指すトータルビューティー科の2年生25人がヘアアレンジメントの技術を競いました。このコンテストは1年間の学びの集大成として毎年開催していて、今年のテーマはニュージャパン振袖卒業式。生徒は真剣な表情で自分たちで考えたデザイン画をもとに、カールや編み込みの技術を駆使して流行を取り入れながらヘアアレンジを完成させました。ちょっと昔っぽい感じも入れつつ、この飾りとかは今風な感じに作りました。前髪が一番大変で頑張りました。人を笑顔にしてあげれる美容師になりたいと思います。生徒は3年生になると国家試験へ向けた実技を重ね、技術をさらに磨いていくということです。